まりにもさ、まこと言ったのが強烈すぎて最高や。噂には聞いておりますですか。まこはね、今浜松にいるんで、行ってみたいと思います。行こう。はい、ダメ出しを全部いたしますので、はい、そんな感じで。これが今から焼けます。サラダ、おいしそうだね、うん、はい、いきなりドレッシングだ。うん、美味しいね。うん、美味しい。胡椒効いてて美味しいね。うん、あ、でも玉ねぎも甘い、うん、いくらでも野菜食べられちゃうね、これは。びっくりしたね。びっくりする。よし、準備万端。はい、お待たせしました。はい、こちらワイルドステーキ、中生ですので、はい、赤い部分お好みで焼いてお召し上がりください。はい、ステーキソースよくしておかけください。はい、こちら甘めのソースとなっております。はい、すごい。すごい。いただきます。あ、これ切ってあるんだ。ソースつけずにいってみます。はい。よいしょ。おいしい。すっごいおいしい。すごいね、この厚み。どうでしょうか。言葉に並んで。これはうまいよ。いや、この厚みだもの。すごいな。もうガーリックがいっぱいかかってるから、すごい。ワイルドだね、これは。うん、これ何にもつけてないもんね。肉のステーキソース食べてます。はい、本当ステーキソース食べてみよう。すごいな、素晴らしい。うまい。ソースかけてみた。いってみます。これなんだ。ニンニクが効いてて美味しい。うまいね。美味しい。やばい。うまいね。いや、相当に肉汁がどんどん出てくるね。出てくる。ひたすら肉と格闘です。このさ、すごいよ、焼き具合がさ、絶妙だね。絶妙、綺麗だね。網目とかさ、中がかなりレアで柔らかそうですね。この切れ味、不思議と食べられちゃうね。最高の焼き加減。結構焼き具合自分で調整できるみたいだから、ね、うまい、ね、ね、これはリピートしちゃうね。完食。完食。自分らよく沖縄に行ってさ、このステーキ屋さんっていろいろ教えてもらって行くやん。行くね。沖縄の現地の人からさ、ここがいいとかあそこがいいって行くんやけど、もうね、いきなりステーキとやっぱりステーキをすぐ間違えるんだけど、でも素晴らしいな。素晴らしかったです。やっぱりね、何かの時に食べに行きたいって思う味だね。また行きたいです。行きたいですね。はい、それではまた。